それでは今日も虹の女王の第9回となりまして、1980年代に入っていきます。晩年に入っていきます、新島ので。同志社、今日は同志社女子学校と同志社病院の設立について少し皆さんと見ていきたいと思います。年表でいうとですね、4ページちょうな、後ろから数えた方が早いですね。後ろから3ページですね。1880年からと見ていきたいと思います。で、1877年に新島が34歳の時に同志社女子学校を設立したという、まあ、これは前回皆さんで見た女子学校の様子です。で、女学校の生徒たち、まあ、マイナーとは持ったり、これは市内ですか、市内持って、こういう中でやっていた。で、実際、女学校の生徒たちは何をやっていたのかというのを、まあ、今日少し見たいなと思います。同志社女学校はですね、1880年に25人なんですけど、なんと9年後には139人。入学するんですね。で、女学校のサイドはですね、マウントフリーオークを模している。これマウントフリーオークって何かっていうと大学の名前です。これはマウントフリーオークという私立の女子大学のマサチューセッツ州サウスハードリーにある私立大学ですね。結構有名な女子学校では有名な大学なんですけども、まあ、こういう形をした歴史ある建物ですけども、1837年に創設されます。まあ、その創設された一つの理由ってリーダーシップが取れる女性を育成する。で、長年その力を入れている、まあ、リベラルアーツっていうのは何かっていうと新聞学、あとはまあ普通文系理系がある大学ですのリベラルアーツっていうんですけど、まあ、哲学があったり文学があったり、まあ、宗教学があったり、人間学があったり、理系だったら物理学があったり、科学学科があったりだけど、まあ、そういう、まあ、網羅している、まあのリベラルアーツというんですけれども、まあ、特にこの大学は理系に力を入れている、でも理系に力を入れるところです。で、東海岸に位置する名門女子大学を、まあ、称する The Seven Sistersの一つ、まあ、7校その女子の中の一つで、少数教人数の教育を推進していて、学生一人一人に対してきめ細かいサポートが行われています。で、近隣、まあ、5大学あるようなんですけども、大学コンソーシアム5カレッジのメンバーでもあり、要するに、まあ、大学の垣根を越えていろいろ交流しましょうと、さまざまなクラブを立つイベントが実施されている。日本だったらあまり他一緒に垣根を越えてるっていうのはあまり大学で対抗戦みたいな、ね、この前ラグ昨日はラグビーで早稲田と慶応の試合がそういうのあります。そうじゃなくて一緒に何かやっていく、そういうのをやっているのを模した同志社女子が女学校なんですね。要するになということは同志社女学校が設立された一つの、要するにリーダーシップの取れる女性を育成するというのが同志社女子学校の、その設立の理念である。ちなみに近畿 NII で今度同志社女子大学に入る子がいるんですよ。はい、クズ肌の女なんですけど、はい、入るんですけど、まあそういうことで、で、同志社女子大女学校の生活と授業はどうだったのかなって。女子生たちは京都ホームと呼ばれる寄宿舎に教師と一緒に生活していました。で、1日一部を家政婦に下げていたと思います。で、まあ、最初は2人の女教師がいて、まあ、女学生に英語や外国の料理方法
や音楽を教えていたそうです。で、まあ、どん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 条件の学校になると、まあ、日本風の科目を入れて、下級生に教えてもらった。まあ、まあ、これもその一部なのかもしれないですけど、まあ、教えると、中世、下級生に。で、当時はですね、予備科と、失礼、本法科と英書科、3つのコースが、まあ、ありました。でも、1889年に3つのコースを合体して、6年生コースと3年生の高等科を設立するんですね。歴史的には日本では女子教育は無視されてきた時代、もちろん当たり前っていうのはおかしいですけど、明治維新後以降ですらそうだった時に、すでに新島は女性のリーダーシップが必要だということをもう言ってるわけですね、同志社学校とほぼ同時に。で、それはこれはやっぱりこれは画期的なことなんですね。すごい新島のその凄さというのを感じます。で実はですね、この、まあ、同志社学校が始まって同志社学校も始まっていくと、その京都の同志社に対する態度って少しずつ変わっていくんですね。1870年代は新島市デイビスは京都総理や新官たちから猛抗議を受けていたというのは、まあ、以前紹介しました。そして学校設立を変えなければ牧村知事もこの抗議によって態度を硬化させて、ここで聖書を教えるなとか、新しい宣教師が来ても認しないだとか、そういうことが あったんですけど、けど80年代になるとですね、市民の態度は一変するんですね。それ新島や同志社関係に近づいてくるようになります。その理由は何かというと、女子看病婦学校と同志社病院の設立なんです。で、そうですね、ちょっと待ってください。じゃあ、このどれだけ変化したかっていうのをちょっとですね、証言している部分がちょっと読みたいなと思います。中村英介という人が書いているんです。これは我々の同志社の事業のために京都の市民にお願いし初めてのケースである。我々はその結果を喜んで、2ヶ月前のことだが、キリスト教との関わりのゆえに同志社とその諸学校を厳しく反対していた金持ちや有力者たちは、私が同志社と公的な関係があるために私を避けていた人々だが、なんとこの人々が看病婦学校に対する大変な人気のゆえに、私と親しくなりたいとの意向を示してきた。これまでなら不在とか病気中という言葉を聞かされることを予期したような家々に驚くことに、私は招かれて客間に入り、特別な客としてもてなされたのである。この新しい事業についての私の説明をは興味を持って聞かれ、私が支援を求めると、まあまあ、すぐに、まあ、日が帰ってきた。まあ、まさに一変するわけですね。やっぱり医療っていうものに対するその関心っていうのはすごくあったと。で、その同志社病院についてちょっと設立について皆さんにお話ししたいんですけども、新島はですね、1882年に新島は今日医療の病院に貢献できないかと考えるようになっています。で、新島はちょうど神戸にいたアメリカンボールの宣教師のジョン・C・ベリー博士に相談を持ちかけます。それは同志社でキリスト教の旗のもとに医学校を設立する事業に協力してほしいと。つまり病院を作ることによって今度は医学部を作りたい、同志社医学校に医学部を作りたいということですね。で、その時に、まあ、ジョン・C・ベリーという博士がいるんです。これが写真に出ている 人なんですね。この先ここに出てくる5番の人なんですよ。ベリーっていう人です。5番です。ひげもじゃでちょっとハゲ
ていう方なんですけど、はいはい、この方です。この方がジョン・シー・ベリーですね、はいはい、そうですね、ひげもじゃ でこの方はどういう方かと言いますと、ボーロン大学、これ今でも有名らしいですの大学、フィラデルフィアのジェファーソン医科大学卒業生で1871年に来日しています。でその後兵庫県立病院の医務部長を務め、そして阪神地域での診療所慈善病院を建てて数多くの診療の旅を試み、多数の日本人医師や医学生に西洋医学を教える、まあ、本当にそういう意味で医療に貢献された方なんですけども、実はですね、このベリーという人は山本角馬と知り合いだったんですね。それはどういうことかと言いますと、ベリーと山本角馬との出会い、アメリカンボードの宣教団がまだ京都に外人が入っちゃいけない時に入れる一つのきっかけがあった。それは京都で博覧会があったという話を以前しました。その時にこの医療宣教団も呼ばれて、まあ、京都に来たんです。そしたら医師として京都に来た時に京都の医師たちから、まあ、注目を集めるというのはやはりもうすでにこういういろんなことをやっておられるからですね。でその時に、まあ、宴席に招待した。その時に山本角馬に出会っています。もちろんこれは新島に出会う前の話です。でそして山本は視覚障害があり、ベリーは山本を治療します。そしてまたその時に博士は中国キリスト教伝道文書の伝道書言を、まあ、手渡した。ここから角馬はキリスト教に対する興味を示しだったと。で角馬は治療の見返りとして博覧会中の、まあ、居住の場所を提供しました。まあ、この時にベリーは京都というのは日本のボストンだと語っています。けれど、まあ、滞在中、博覧会中は、まあ京都に出てたんですけども、京都、滞在の延長願いたが、まあ、京都に許可されないで博覧会を神戸に戻してしまったというのを以前お話ししましたけども、で彼もベリーも実はそのような経験を持っていて、キリスト教の旗の下で医学教育を施すことの重要性、医学校は同志者を他のどのような方法によっても手の届かない重要な階層に影響を与えるような地位にもたらすだろうと新島の要請を快諾しました。まあ、つまり彼はいろんな兵庫県県立の医務部長をやったけれども、やはりキリスト教主義の病院、キリスト教主義のところでやっぱり治療するということの重要性をベリーに感じていたわけです。その時に新島から要請があったことによって、まあ、快諾をしたと。で1880年にベリーは同志社で、まあ、生理学、衛生学、解剖学の教授に任命され、日本人と協力して京都に病院と看病婦学校の創設するために活発に動き出していきます。まあ、実際に医学部はできなかったんですけど、病院はできました。はい、ということで本当にで京都市民というのは病院や看病婦学校ができるということを、まあ、熱狂的に歓迎するわけです。で募金活動にも積極的であったと。でもこれは、まあ、同志社の事業のための京都の市民にお願いしていて初めてのケースになります。で、まあ、そういうことで先ほどの話をしたんですけども、そういうことで新島は病院を設立していきます。女子看病婦学校も設立。でちょっとには載せてないんですけども、実はですね、
医者がこの医学校をあの設立しようとしたときには、やはりあの宣教師からは大きな反対があったんですね。それはなぜかというと、ここで医学校、医学をもしてあの医学をして施して治療をしていたとき、まあ、あの居住区を提供されて、まあ、やっていたにもかかわらず、あの博覧会終わったら医療行為やっていてもあの戻された。要するにあの滞在許可が下りなかったのに、まあ、何年後、まあ、10年後20年後だ10年後だからといってもこの医学病院というのがそのまま成功するとは言えない。医療伝道なんていうのは京都ではあの根付かないんだと言って、あの宣教師からあのすごくあの反対を受けるんですね。で、まあ、そういうこともあるんですけど、新島はその苦難を乗り越えて、まあ病院を作ると、まあ、しかしあの新島46歳で亡くなりますので、その後やっぱ同社病院というのはあの亡くなっていってしまうんですけれども、うん、そういうことで、うん、まあ本当に善と多難な中にいました。で、看護学校はですね、ちょっとここには記していないんですけれども、ここにもあの看病婦学校にもちゃんと女性のちゃんとした看護師の資格を持った女性の方が宣教師として来られます。で、1887年に、まあ、看護師看病婦学校は正式に開校します。これが1880と、この年表で見ていただくと分かるんですけれども、これ1886年から17年にかけて、米印のところですけど、看病婦学校設立の目的を作成して、彼はまあ設立する。しかもです、彼はですね、ここから見ても分かると思うんですけど、看病婦学校も設立して、今度は仙台にも同社分校、宮城英学校を、まあ、仮開校するんですね。で、仙台、宮城、東北にも彼は英学校を、まあ、作ると。本当にそういう意味で、この1887年の10月15日に社病院が開院して、京都看病婦学校開校式が あります。そういうことで彼は本当に大変な中を行っていたわけなんですけれども、でちなみにですね、同志社病院と看病婦学校ができたときに、京都に疫病が流行りだしたんですけれども、この時にも同志社病院と看病婦学校は率先して診療して、非常に京都に広がったわけです。で、1891年にですね、岐阜で大地震が起こったらしいんですね。で、その時にベリー博士とが一緒して、そして看護師、そして同志社の学生たちになる救助隊を組織して岐阜の方に行きます。で、実はですね、同志社の救助隊は被災地では、その種のものでは初めて救助隊として、まあ、行くわけですね、組織されて。そういうことは日本では今までないんですけども、組織して、で、琵琶湖の疎水の工事、琵琶湖からね、哲学の道とか、あそこは疎水なんですけど、そこの、事故があった、落盤事故が起きたですね、その時にも同様に、救助活動を同志社の救助隊がした。
そういうことで京都にすごく多大な貢献をするわけですね。そうすると京都の人もだんだん変わって、そういうことで この動詞、まあ、熱狂的になっていきます。まず次回ですね、看病婦学校設立、また大学の設立の運動の兆しについて見ていきたいと思います。何か皆さんご質問あれば、ご感想でもいいですし、あればどうぞ。これでね、どうして京都市にあんだけお医者さんも、お医者こちらの、まあ、僧侶も悩むなんて人が、ね、京都市民が急に歓迎するのか、やっぱり病院が病院ができた。普通に見た。そういう外国の西洋の最先端の医師が来たっていうのはやっぱりすごい。その病院のやつで、あ、どうか、なんか、あ、どうした病院になった理由ですか。やっぱり新島がいなくて、経営のそのアメリカンボードとの、パイプがなくなっちゃうんですよ。資金でやってたので。そうですね。やっぱり被災者もいたんだと思います。だから敵もいっぱいいたんです、新島にとって。そうです。あとやっぱり中には、日本の中でもそういうキリスト教的なものだ、宣教団体が資金をやっぱり牛耳ってる。例えばこれだったら同志社病院で不動産とかですね、不動産を資金を持ってるっていうことは許されないわけですよ。個人が持つこと、その資金を持つこと、そういう成功勢力も当時はあります。日本からもそういうふうな圧力があるし、同志社医学校もだからその外人が運営してるんじゃないかって言って、一回廃校になりそうになった時があったので、そういう時には新島は東京に行って、そういう一緒に学ラ施設さんで田中藤丸に会ったりして、そうじゃないっていうことを伝えて、交換と会って抑えたんですけど、新島が死ぬとそれなくなる。だんだんでやっぱり難しくなってですね。私の本さんは、非常に京都市民から反対運動だと、で、まあ、病院ができて、まあ、徐々にそういう治療を確保されていくんでしょうけれども、そうした時に、その震災とか、その事故の時に、その率先して、その遠慮に行ったと。その感覚だったら、そういうようにこの排斥みたいな。あってるのに、そういうふうになれね、そうです行ね。くもんかという気持ちになるんですけれども、しかしそこはあえてそういうところに率先していくというのは、我々のまあその宣教というかね、そんな姿勢にも大事だなというちょっとまあ感じたんですけど。そうですね。そう思います。僕も。あれだけね、毎日のように反対運動されて、ねえ、たのに。そうですね。本当にそれ考えると、よく行くなと思います。また変わってたかもしれないですね。そういう意味では残念。そうですね。そう、急性のね、腹膜炎。急性。できなかった。腸炎かなんかで、多分死んだんですよ。今だったら、やっぱりでも今でも急性腸炎、ちょっと病名はちょっと正式な病名忘れましたが、今でも早急に2、3日以内にやっぱり死ぬ、水中に手術しないと死ぬ確率は高
ったんですよ。当時はそんな発達してないんで、今みたいに。やっぱりそのまま死んでいってしまった。大磯で亡くなってるんですよ。大磯。はい。ということはそれどうで、そうです。ずっと回っていて、あの電動をして、でその後彼は体調を崩して臨終に入っていくんですね。大磯でね。はい、大磯で亡くなるんですよ。はい。ただそれはね、急性腹膜炎ですね、やっぱり。はい。それまでに相当肉体を酷使してますからね。いやしてますね。精神的にもしてますね。それから自分の病気や体を人のままなくて、そうですね。相当。いやすごい。すごい、あのこの CD さんはね、この内容で結構医学的にも相当ありしてたと思うんですけど、当時としてはね。そうですね。だから新島城は同志社大学を設立したっていうだけしか知られてないので、はいはい、本当もっともっと言われてるんですよ。看護学校、病院、あと宮城の方に分校を作って、あとは組合協会の長だから、あの派遣するわけですよ。あの新学生をここに、ここの、まあ、なぜみたいな感じ、この協会だっていいだろうって言って、理事長みたいな感じなんで。なんか、あの休みの時は選挙に行ったりなんか、ね、そうです。そして彼は行くだけじゃなくて、ケアするんですよ、牧師の。あの行ったら行ったで、そこでお前死ぬまでやれじゃなくて、ちゃんとやってます、あのどうですかっていう、この今でカウンセリングみたいな感じで手紙のやり取りをするわけですね。まあ、そういう、だからそれに、したという、あの、牧師は多かったんですね。自分の片腕になりますから、育てられながらね、死んだら。そうですね。お前弟子が、もうちょっとあと20年ぐらい生きたら弟子作りもできたんでしょうけどね。やっぱり学校はちゃんとしてる。それはあのこの前勉強した徳富祖法とか大久保っていう人たちが、まあ、あの設立、大学の設立を目指すと、はい、していくんですね。だからその臨時の時に徳富祖法って、まあ徳富祖法に最後の言葉を残して、まあ、亡くなっていくと、はい、だ非常にね惜しい人を亡くしてるなっていう感じは若い時に感じしますけども、はい、ということで、だ、まあ、来週はそういう意味で看病学設立と大学の設立の兆し、あとはもうちょっとしたらあの教会一致運動っていう教会 の, あの問題にもあの巻き込まれていくと、はい、ということです。うん、そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、以上です。